とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使ってみようと思います。これですね。先日出ました、緑のローブの影凸がついてるやつですね。カスタムしまして、下に幸運の海とデスバータートゲをつけてます。ポーションバリアはないんだけども、まあ、影になっておくので、大丈夫じゃないかな。まあ、変なエンチャントが来たら、やられるんでしょうけども、ちょっとこれ、試してみましょう。それでは、行きましょう。デイリー3ですね。モブダメージが 50% 増加して、ちょっとピンチな感じなんだけども、まあ、いいでしょう。まずは、ソウルを集めます。魂を貯めないといけないんだよね。 OK 影凸だから、まあ、ソウルはだいぶ集めやすくはあると思う。うん、 OK、 いいんじゃない。これだいぶ溜まってきたかな。こんぐらいありゃいいか。うん、こんぐらいあればまあ間に合うでしょう。 OK、 では影凸で行きまーす。影化が、26秒間か持ちますので、基本的にこれでずっと敵と戦わずに進んでいけます。で、影の断片が回復したらば、ドラを使って、攻撃してやる感じですね。しゃで、すぐに影化です。おうおうおう、あ、やっぱあれだね、元々の、移動速度が速いので動きやすい。これは高速周回いけるんじゃない。あ、ということはあれだ、装備をブーツとかに変えていった方が速攻でいけるか。多分ドラなしでもワンパンである程度倒せるんじゃない。ならもうこれでたらば早いね。おーし、オッケー。あ、で、これだ。帯電、おわい帯電がついてると、やられるんだ。そうだ。うん。帯電に要注意っていうところですね。でも、この帯電さえなければ、まあまあまあ、いけるんじゃないですか。オッケー。あとはもうブーツ使って、あと移動速度のポーションね。そういうのを使いつつ、ダッシュで行けば、高速周回が可能。うん、全然可能だね。やっぱもともと、ソウルの数多めに持てるやつなんで、よっしゃ、OK。あ、結構きついわ。結構きついわ。ドラがないとワンパンでは倒せない。敵によっては倒せるけどね。なんでちょっと敵を、倒せる敵、倒せない敵を厳選しながら行かなきゃいけません。あと、影化が切れないように注意してやらないとね。いや、クリアはね、問題なくいけるわ。うん。全然早い。ソウルもね、あんまりいらないし、やっぱり、よし、この怒りとの相性がいいところがいいよね。うん、この影化中の攻撃で3倍ダメージ与えれるので大体倒せるし、うん、まあ帯電が来なければ大丈夫。ああ、あとあの重力と火傷がついてても危なかったね。で、あと下手にこのトゲとかを攻撃しないようにしないとね。トゲ攻撃すると死ぬよね。あぶねえ、あ、死にはしないな。あ、オッケー。はい、それでは戻ってきました。いや、いい感じですね。うん。影凸は今まで勇者とかで俺使ってたんで、緑のローブは影凸向いてる。うん。もともとダメージは受けない、ビルドなので、これで十分だもんね。もともとクールダウンついてるし、移動速度もあって、周回がしやすい。で、エンチャントだけども、
これは変えよう。影凸と幸運の海。この二つはいい。で、残り二つを、瞬速とスピードシナジー。まあ、とにかく速さ重視で作った方が良さそうだね。うん。まあ、この装備はどこでも使うんじゃなくって、デイリークエストの、アーティファクトを取るところとか、そこで使った方が良さそうです。うん。やっぱりいいのが出なかったら、リセットしてね、何度もやり直しますので、まあ、そういう時にすごく使える、装備ではないでしょうか。うん。この緑のローブ、なかなか気に入りましたね。影凸には、だいぶ向いてると思います。うん。影化して攻撃すれば十分なダメージ出るしね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。